キロバイトマイナス -29 キロバイトマイナス -29 はアメリカ空軍が運用していた空中給油機 B-29 戦略爆撃機の派生型である。第二次世界大戦後に余剰となっていた B-29 を改装したものである。1940年代後半は冷戦の兆しが見られアメリカ空軍は超長距離爆撃の方法を模索していた。 空中給油技術の実用化見通しが立ってきたこともあり、余剰の B-29 を空中給油機に改装し、これを用いて爆撃機の航続距離延長を図ることとした。キロバイト2 9は1948年より配備が開始され、戦略航空軍団の爆撃機の支援を行った。キロバイト2 9の最初の方は、 キロバイト -29M であり、空中給油が可能なように改装された B-29MR と組みになるものであった。B-29MR はビブー座を廃止し、ビブンに空中給油自由設備を設けている。全部爆弾層に核爆弾を搭載し、後部爆弾層は燃料タンクとなっていた。キロバイト -29M は、 ループホース式の空中給油を行うものとして開発された。空中給油の手順は、キロバ KB-29M が B-29MR の左髪型に占ないくらいすることから開始される。キロバ KB-29M は、重りのついたワイヤーを下に垂らし、B-29MR はビブーゲよりワイヤーを後方へ流す。キロバ KB-29M が、 左方向へ動くことにより、ワイヤーが交差、組み合わされる。組み合わされたワイヤーを引き寄せ、それにより、キロバイト -29M より繰り出された、ホースを B-29MR のタンクに接続することにより給油が開始される。この方法により、キロバイト -29 は、1949年に、 世界一周飛行を行った B-50 ラッキーレディ2号の支援も行った。ただし、実用性は高いものではなく、後により実用的なプローブドローグ方式が開発されると、KB-29M もその方式に改装された。その他、主翼の両端と尾部の計算箇所にホースドローグを設けた 3.9U 実験機の、 ユークブ -29t が一気試作され、フライングブーム方式のユークブ -29j も試作された。フライングブーム方式を採用したキロバイト -29p が開発されている。ありがとうございます。